皆さんこんにちは、部長と申します。 JR 賞でついに特別賞ということですね。いやこれはね嬉しいニュースとなりました。今年の JR 賞はですね、動画でも予想したようにですね、このようなラインナップになりまして、ちょっと今日はですね、そのついに特別賞が出た理由であったり、そしてね今年もあった票数問題について見ていきたいと思います。まあ、まずはですね、ついに柴田聡郎さんが特別賞を取ったということですね。まあ結構近年ですね、特に海外での活躍場がなかなかねこの賞に入らない中で、まあいろいろとね意見が出ていたところではあったんですけれども、まあついに本場が獲得することができた。まあなかなかねマルシオレーヌがブリーダーズカップを勝ってもこの賞を取ることができなかったっていうこともありましたんで、まあ一体どういったね成績を取ればこの賞にたどり着くことができるのかっていうことではあったんですけれども、そういった厳しい条件の中で柴田聡郎がねここにたどり着いた理由っていうのは何なのかっていうのがやはり記載されておりまして、まあまず第一に挙げられるのがやはりドバイワールドカップの制覇。柴田聡郎は2023年ダートの世界最高峰のレースに果敢に挑戦し、そしてねダートコースで行われたドバイワールドカップを日本馬として初めて制覇し、世界にその強さを示したということが挙げられております。いやこれはね本当にすごいことで、ある一方ねあれ初めてなんだっけっていうね声も上がりそうです。というのもですね、2011年震災の後にビクトア・ルキサがですね勝利したことをね覚えてる方も多いかと思うんですけれども、実はこの時っていうのはですねウォールエザーっていうねまた違う馬場だったんですよね。一時期アメリカやこういうドバイでもオールウェザーはまさにね天候に左右されずいいコースだっていう風にね使われていた時代があったわけなんですけれども、まあ今となってはねもうどちらも元のダートに戻っております。この馬場は結構芝とダートの中間ぐらいな表現をされることが多くですね、まあだからこそこういう芝馬がですねそういうダートフォースと十分に戦えるっていうところもありました。ブリーダーズカップとかでも同じような傾向がありましたね。ヨーロッパの馬なんかが優勝したりもしましたんでね。まあですからこれはね本当に日本をね勇気づける勝利であったのは間違いないものの、正確なダートとしてのね、まあ、世界トップっていう表現とはまた違う形でもなりまして、まあだからこそですね、まあ今回のもう完全なるダートコースっていう意味で、まあ世界一っていうね勝利に至った本場っていうのは、まあ本当に初めてというかそういったところもまああったわけですね。まあやはりダートのね世界一を決めるレースって言ったらまさにこのドバイワールドカップ、ブリーダーズカップクラシックがね、まあ国際的なレースとしては有名なところもあるのかなと思いますんでね。そしてですね、今年の新たな競争であるダート三冠競争の実際の年でもありますけれども、もうそれがね始まる前においてももう日本馬がねダートで、まあ、世界レベルにあるっていうことをね、まあ、印象づける、まあ、象徴的なものであったためっていうふうにもあります。まあ、これは本当にそうとしかね言えないところで、いややはりねこれから日本馬がダート競争で強くなってくるっていうのはもうほぼ確定しているわけですよね。もうシンプルに賞金が爆増してですね、ここを狙ってくる生産者さん馬主さんが増えて、週馬の導入なんかも明らかにですねダート系の馬っていうのが増えてきております。まあその配合相手の質にしてもですね、これまでは芝のね大物をつけていた馬なんかにもこういったダート勝馬がですねどんどん付き合えてくるっていう可能性は十分あるでしょうし、そして車台系の残系もねさらに力を入れてくるということで、もうこれからがですねもう日本のダートの時代が来るっていう流れだったのにもかかわらず、いやもうその前にですね、いやこういった世界的ホースが出て、そして本場だけに限らずねデルマ外掛けといったブリーダーズカップクラシック2着馬までも出ている状況っていうのは、まあまさにもうすでに日本馬の実力がですね、まあ、ダートにおいても世界レベルであるんだなっていうのを、まあ、印象づけるものだったかなと。まあもう芝ではね明らかにドバイでもね独占状態になっておりますけれども、そしてブリーダーズカップでもね勝利馬好走馬続きますけれども、今回ね、まあ、ダートにおいても毎年のようにですねドバイアメリカそしてサウジュと見分かせていく可能性は高いんじゃないかなと思っております。まああとはこれでですね、この特別賞に関しては、まあ、JRA の出走がなくてもね、まあ、取ることは可能っていう、まあ、実例ができたのは本当に良かったかなっていうふうにも思いましたね。まあ、JRA 賞っていう名前の通りですね、基本的にやっぱ JRA で、まあ、一走以上しないと取れないのかなみたいな、そういった前提もあるのかとも思っておりましたけれども、本馬に関しては完全に海外と地方のみっていうことになっておりますからね、JRA の開催時代に直接関わった機会っていうのはなかったわけなんですけれども、まあ、ただね、それこそ海外馬券販売とかではかなり貢献した一頭っていうことになりますしね、まあ、何より、こ
こういう海外の活躍っていうのはね、こう夢を届けてくれるっていう意味では日本での活躍以上のものがありますし、まあ、やっぱり何かしらのね賞があるべきというところはねありましたけれども、まあ本当まずはね一つ完全なる前例ができたっていうのは良かったと思います。直近で言ってもやっぱクロノジェネシスとかモーリスっていうのはグランプリ連覇とか、また香港での活躍方とはいえやっぱ日本でも G1 取ってたっていうところがあったんでね、完全に JRA 以外だけっていうのはね、いや初めてぐらいになるんじゃないかなと。まあエルコンの年度代表馬はね、まあありましたけれども、これでですねオールフェーブル3区としてもマルシュフェールの分までとはいかなくともね、まあやはり海外適性の高い賞馬でありますから、こういった賞をね取る馬を出すっていう名誉をね一つ得ることができたっていうのはね、いや非常に良かったんじゃないかなと思います。そしてですね、まあこれに関することでやはりね議題に上がったのが最終ダートホースというところの扱いになります。 JRA でね G1 連覇を果たしたレモンポップと、完全それ以外のね活躍は世界トップクラスにある牛馬テドロね、まあどちらを選ぶべきなのかっていうところで、まあ私の予想としてはやはりね、まあ JRA 賞っていうところを重視して、こちらにおいてはレモンポップなんじゃないかっていうふうに見ておりましたけれども、まあただ結構ね結果的には票数はかなり接戦っていうふうにも個人的には思いましたね。160対126と40票差っていうことになりました。いや個人的にはやっぱりね、こう JRA っていう名前の認識でこう投票する記者さんも多いのかなって思ってたんで、もっとこうレモンポップ圧倒みたいな感じになるのかなっていうふうにも、まあ、思いなかなかったんですけど、まあでもやっぱそれだけね牛バテソウロの世界的活躍はねインパクトがあったっていうことなんでしょう。まああとは毎年ね入ってくるのがこういう一票枠ですよね。ただこれもね決してわからないことではなくて、特にデルマ外掛けはね、まあ確かに日本初の偉業を成し遂げたと言っても過言ではなくて、やはりね勝ってはいないとはいえアメリカの最高峰ケンタッキーダービーとブリーダーズクラシックで6着2着っていうのは、いやまさに日本馬にとって最高着順なわけですね。で実際ですねこのブリーダーズカップ2着のレーティングによってデルマ外掛けはアメリカの3歳馬の中で最もね高いレーティングを獲得したっていうことにもなっております。こちらですね2020年3区のダートホースという意味でベルモントステークス勝ち馬のアルカンジェルと同じ数値なわけですね。まあここの数値だけで言えばまさにですねレモンポップ以上の数値にもなっていたりするわけで、まあこれはね直接対決でやったらどうかっていう話じゃなくて、ちょっとね北米やヨーロッパの数値が明らかに高く出やすいっていうバイアスはねあるとは思うものの、まあでもやはりこれもね相当な偉業であったのは間違いなく、まあ一歩入れる方もいるっていうのは、まあ、納得できるところではあります。まあただ若干ねアイコンテイラーと名称ハリオはもちろんね凄まじい活躍をしたのは間違いないものの、まあ、直接対決等も含めてレモンポップ以上に票数を入れる必要があったのかって言われるとちょっとね謎のところであるのかなとは思いましたけれども、まあ結構ね毎年こういった例はあります。そしてね他の票数も見ていきますと、年度代表馬はイクイノックスが満票には届きませんでしたけれども圧倒的293票と、まあ、リバティアイランドもね、まあ、直接対決でね敗れたとはいえ、まあ、圧倒的なあの3冠っていう名誉はですね、まあ、確かに少し入るところっていうのも分かるところです。そして最優秀2歳ボバもね、まあ、ジャントルバントルが硬いホープスレックスは牝馬が勝ちましたんで、そういった見方もあったんですけれども、まあ、ただ確かにフォーエバーヤングダート路線の活躍馬もね、まあ、忘れてはならないっていうところも、まあ、この表層を見ていると分かります。まあ、確かにね日本の競馬まだこう芝重視っていうところはありまして、なかなかねこういうダートでの活躍馬が取るケースっていうのは少ないわけですけれども、でもそれこそね今後こういうダート界が盛り上がっていくっていうことを考えたら、今回のように票数が分かれたりですね、まあ、あとは新しい賞が都市別で千葉ダートできるみたいな可能性もねあるかもしれません。あ、ただそれも表彰においてもダート部門は地方 NAR でやってくれっていう話なのかもしれません。まあでもね本当に本番も今年は世界的な活躍が期待できそうな一頭ですから、最優秀ダートホース、そしてね特別賞を取るくらいのね勢いで頑張ってほしいところです。そしてねこれがね最も分かれた部門ということになりますけれども、最優秀2歳牝馬ですね、無敗の阪神ジュビナイル勝ちもアスコリピチェのか、牝馬でのホープスルステークス勝ちレガレレが取るのかと、いやこれはね本当に難しい問題で、直接対決も一回もなかったんでね、まあ明確な基準がない中でのということになりましたけれども、まあやはり結果的にはですね無敗
ていうところで、ちょっと文句のつけどころがね、まあないっていう意味で、やっぱり本場になったのかなっていう意味合いが強いかと思いますね。まあレガレーラも牝馬にはね、負けてはいないんですけれども、まあこれ完全にこう見た目の問題っていう感じになるのかなと思いますね。まあただ最優秀2歳牝馬、最優秀っていう意味ではね、本当にこれ直接対決したら、どちらが勝つのかっていう話で捉えると、まあやっぱり難しいところではありますね。まあこのね、決着はぜひともクラシックで見たいところです。ただ完全に桜花賞と皐月賞、そしておそらく NHK マイルとオークスみたいな感じで分かれそうなのが、またそれがね難しい状況です。そして最優秀3歳ボバはタスティエラが思ってた以上にダントツということになりましたね。むしろソウルオーレンス以上にドゥレッツァが高くなったと。個人的にやっぱこれを見て思うのは、最後のインパクトが結構重要なんじゃないかなっていうことですね。若干やっぱりソウルオーレンスは連戦した中でちょっと着順を落としてる傾向にもねありましたんでね、逆にドレッツは完全な上がり馬で、 G1 自体は菊花賞のみっていうことになりましたけれども、まあ、かなりインパクトのある勝ち方をして、まあ、それから印象に残った人も多かったんじゃないかなと。まあでもここまでタスティエラがやっぱダントツになるっていうのはですね、ちょっと想像以上ではありましたけれども、まあ、やっぱそれだけねダービーっていう名は大きいっていうことではあるのかなと思いましたね。他デルマ外掛けはね、先ほど言ったようにアメリカの偉業を考えれば、まあ、理由としてはねありなのかもしれませんけれども、なかなか NHK マイルカップ1勝となるねシャンパンカラーがこちらに入ってくるっていうのは、まあ、意外なところもあったのかなと。そして3位優秀3歳牝馬はリバティアイランド、満票かと思いきやブレイディベーグにも1票入ったと。まあ三冠牝馬っていうところを考えればね、満票も十分あり得たのかもしれませんけれども、また確かにね、プレディベイグも、まあ、コバ混合のジオも勝ってるっていう意味ではね、すごい活躍だと思いますし、まあ、そして直接対決した機会っていうのがあったわけではないので、まあ、もしかしたら今後ね、プレディベイグが勝る可能性もあるっていう見方のね、記者さんがいたのかもしれません。そして最優秀4歳ボバはイクイノックスなんですけれども、ドーデュースにも1票入りました。まあ、有馬記念の勝利、武豊騎手セニっていう意味ではね、確かにこう、競馬界を盛り上げたっていう意味では非常に大きな貢献をしてくれた1頭なのは間違いありません。まあ、ただこれでですね、万票の馬が1頭もいないっていうね、まあ、ことにもなったんですよね。16年ぶりのことにもなるようです。で、4歳以上牝馬はソングライン。まあ、G1 2勝っていうのは本馬だけでしたんでね、硬いかなと思っておりましたけれども、まあ、ただスターズオンアースにも入るっていうのもね、まあ、納得なところで、まあ、やっぱ相手が相当強い中でね、ジャパンカップ有馬記念と3着2着まで入ってきたっていうのはね、そして大阪杯でも2着だったっていうのは、やっぱ限定 G1 一つ勝つとかっていう以上の価値はあったのかなと思いますね。賞金的に言っても多分高くなりますからね。そして今年初となった最優秀スプリンターはまもこちゃと、該当馬なし43票っていうのもね、まあなかなかねこう主役と言える馬がいなかったところからも分かりますけれども、まあ、でもやっぱり話題性っていうのもね、競馬界を盛り上げたっていう意味合いもここには入ってくると思いますから、まあ、ふさわしいんじゃないかなと思います。そして最優秀マイラーはソングラインと、まあ確かにこれもねダートのマイルって意味で言えば、もうレモンポップの南部杯とかね、まあ、フェブラリーステップスもそうですけれども、とんでもない勝ち方してましたんで、まあそこの評価はねもう完全に前提芝になっちゃってましたけれども、確かにねそうとも言えるのかもしれないなっていうところではあります。で、障害はマイナルクロムさんですね。やっぱこれは G1 2つしかない中で、やっぱ最後の方にやったレースの方がインパクトあるっていうところもね大きいんじゃないかなと思います。ということでですね、以上が今年の JRA 賞でした。記者さんがそれぞれねどの馬に投票したのかっていうのも見ることできますんで、気になる方はぜひ見てみてください。まあとりあえず一番はですね、やっぱこう世界的なね活躍を見せた馬に賞があったっていうのは良かったんじゃないかなと思います。もうこれだけね海外で活躍する馬が当たり前になってきたら、もう毎年のような感じになってますから、やっぱ国際賞みたいなねものがあってもいいのかなとは思いますよね。最優秀ワールドホース的なね、まあ、あとはやはりこれからダートがねどんどん盛り上がっていく中で、芝とダートをね明確に分ける必要があるのかもしれないと思った次第でございます。子供たちはクイノックス以外はね現役続行っていうことになるかと思いますから、今年の飛躍にも期待しましょう。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。